しましておめでとうございます。じゃあ行きます。はい、明けましておめでとうございます。1月1日、令和6年ですね。辰年になりました。で、朝一番のラジオが私、ラジオでございます。よろしくお願いしまお願いす。します。はい、腹が出てこなくなったよ。何何何？腹工事って言おうとしてた。誰？一応、原っていうのは原浩二っていうは名い。前があるんですけどね。ああ、はい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 。ね。まあ、それも自分が半分適当に決めて、はい。これがいいんじゃないって決ね。まったというじゃあ、原さん。意味わからない原浩二でございます。ということで、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com。また、fmgino1 では YouTube とツイキャスでのメッセージでね、音声と映像のネット配信をしています。よろしくお願いします。ということで、じゃあ、はい。正月、開けました。来まし一た。発目がこの番組っていうのもすごいですね。ねえ、ああ、大変だね。こんな番組で迷惑だと思うけど、聞いてください。自分もさ、この月曜日がすっごいのに当たってんだよね。クリスマスでしょ？はい。元旦でしょ？うん。成人式でしょ？そっか、来週はおめでたーですね。そうなんで成す人よ。式も。全部ど真ん中なんですよね。そっなんか。かこんな年も久々なんだよね。はい。2、そうで3す年ね。前に、んとかな。3、4年、一番最初、初めて2、3年の時ぐらいに、はい。へちょっと全部当たってる時期があったんだよ。え、それ土曜日ってことで土すよ曜日ね。に当へえ、たって確かるに。時期があってから、でもね、意外と大晦日はあるわけ。あ、そうなんですか。大晦日自分よくあるんだけど、へえ。元旦があんまりない。はい。じゃあ、終わりの方が多かったんですね。今まそう。で始まりより。そうなんだよね。うーん。ずっとやっててって言っても結構やってるよね。そうですよね。長うん。いこと。長いね。なんか自分がやってる時のラジオやってる人って何人いるんだろうと思ったら、見るけど、だいぶと減ったね。もう結構入れ替わり激しい業界ですからね。でも、いたんだよね。なんか、歌手みたいなやってる人とか、なんかこんなたまにいたけど、でもね、開業当時から続けてる方もまだいるので。そうなんだよね。ということで、お正何喋月。るか。お正月。さあ、皆さんどうやってお過ごしでしょうか。はい。今と昔のお正月の過ごし方ってい違うい？のをやりたいと思います。まずは昭和はお家にずっといて、お客さんが来て、お母さんたちはせっせとこっちを出し、子供はお年玉をもらえる大人を身ぶみし、夫たちは酒飲んで帰り、みたいなのが、あれだったんですよね。お正月だったんですけど、今のお正月はなんと、遊びに行く。買い物に行き、親にたかる。親は下手にお金があるので、たかられる。というのが今のお正月でございます。ね、思いっきり年末年始からたかるを使ったんだけど。ね、クリスマスでたかられ、年末年始でたかられ、大体の親は貯金がなくなったと。また来月から貯金しないといけないねっていう夫婦の声もちらほら聞こえてくる時期でございます。やっぱりあれですか、保育園でもクリスマス明けとかお正月明けとかって子どもたちもやっぱその話題で盛り上がる。もうテンション高いよ。へえ。だって好きなもん食べれるからね。あ、食べれる？
正月とかはあんまり厳しくはしないさ。ただね、帰ってきた瞬間保育園にご飯食べない、はい、来たら泣く、話聞くのを忘れているという状況が多々ある。子供たちが、子供がその度に今は保育園だからねって言われる。自分も、うん、だいたい代名詞なんだけどさ、はいはい、お家でこうわがまま聞いてからわーって遊んでる子いるさ、はいはい、で先生たちの前に来てから、えへー、ここ保育園だよ、え、友達、うん、ね、話聞く、え、聞くわけ、えー、ここ保育園、え、友達、えらいじゃないですか、お家じゃない、え、友達、このえっていうのが、まあ、自分に懐いてる子なんだけどね。うん、そう、男の子と女の子がいるんだけどね、保育園で懐いてる子が。へえ、もう言うこと聞くってことですか、懐いてるってことは。懐いてるというか孫、孫、あの2人ともじいじという、自分がパパっていうの言われるからじいじって呼ぶ、パパ違うじいじって言ってたらじいじになってるから、うんうん、それが今浸透してきたから。へえ、そう、でも仕事中もじいじ孫泣いてる、起きてる、うん、じいじ仕事中って、うん、大変なんですけどじいじに見て、嬉しないしか。毎年孫一緒の性格だね、当たり前さ、じいじに見てる、うん、っていうね、それを選ぶ先生もよう分かってるみたいな。あ、そうなんですか。うん、同じタイプをじいじになる。へえ。そう。で、三代目の孫がまた女の子だ。三代目。うん。長男、次女、三女だ。へえ。来年になれば男なのかな。だからこの初代のこの長男の次孫が、保育園の孫が妹ができてるわけ。はい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 。で、なんか。このうちの職場に来るということで、次の孫よろしくって、次の孫次の孫どうする、をあの妹孫にしていい、いやして、はいはいはい孫が増えていく一方じゃないですか。孫が増えていく、だからね、だんだん増えていく。へー、大体あの赤ちゃんが来た時には自分の孫候補をとりあえずは調べているという先生が一人二人と、はい、お、今年候補いるよ、誰が欲しい、うん、誰が欲しい、いい子がいいなっていうさ、無理だな無理だなって言われるっていう保育園の事実でございます。いいですね、みんなのじいじは。そう、みんなのじいじっていうかね、自分の孫はなかなか厄介よ。ということで、なんで正月から孫の話をしてるかわからんけど、歌お願いします。はい、本日は、背比べを流したいと思います。童謡かな？童謡です。お正月っぽい曲かなと思いますので、わかんないけど、流していきます。正月の曲です。はい。なかなか厳しい孫、じいじだからね。普通は、ね、はいはい、自分の言うこと聞いて他の言うこと聞かなかったらダメよって言うさ、うん、保育園のじいじは違うわけ。自分の言うこと聞いて他の言うことを聞かない時点で自分が言うこと聞かないわけ、はい、嫌だって、なんで先生の話聞かなかったらじいじのとこ来るな、あっち行け、
聞くなら来なさい。分かった。見てるから寝ちゃう。はいはいはい。うん、で、話一応聞くさ。はいはい。そして自分のところ来て、私聞いてるし、聞いてるし、アピール。いいって言うわけ。いいよ。ここら辺に顔があるわけ。ここら辺で顔があるわけ。昔から子供好きだったんですか？そんなことない。なんか、うん、懐かれてた。別に嫌いでもないし、みたいな。うん、嫌いでもないんだけど。なんか結構分かれそうですよね。この苦手とか好きってこう。いとこが普通にそばにいた。ああ、じゃあ結構慣れてたっていうか。高校生の時から。いとこがちっちゃかったってことですか？ちっちゃい時に普通にそばにいた。CM に行きまーす。年上だぜ、自分の懐いてたいとか。また20代でしょ。私？うん。うん、いだにまだ20代です。だよね。ギリ。じゃあそのくらいの年で、一番下は。もう30過ぎたね。30過ぎても。どうせ私もう食事とか誘わないんでしょ。どうした？どうした？本当にどうした？どうした？いや、他のいとことは遊んでるんでしょ。そばで悲願でるわけ。じゃあ行くか。無理にいいよ。なんかそばでそこまで懐いてたんか。じゃあそうそう CM あげますね。はい。はい、ということでね、なんか CM の間に懐いてるいとこの話になったんだけどさ、はい、はいはい。なんか自分に懐く子っていうのがさ、みんな活発な子だわけ。男も女も。いいことじゃん。うん、今ってでもなんかおとなしい子多くないですか？多い。あんまうまくみたいな、うまくはいないね。自分に懐くのがさ、はい、大体もう自己主張がもう強い。強い。へえ。でも自分の前では猫になるという。どういうこと？甘えないってこと？なんか甘えるように、なんか自分の前ではえへみたいな大人になっても。へえ。どうした？で。まあ、結婚してもさ、はいはいはい、大好きな人に来たよ、なんて人の前とうちの前と全然違うのとかって言うよ、っていうのがいるわけ。わからん。で、言うわけ、うんうんうん。昔から思うけど、うん、どうして俺に懐いた？はい。わからん。の一言。無理、健太に来たよって言ったら。うん、もう30超えてるよ。でもさ、照れた素振りを隠すわけ。わかる？なんか来てるけど、うん、何か？普通通りの顔する。はいはいはい。でも自分はわかるわけさ。うんうん。ああ、来たで久しぶりだなってから、もう普通な顔するんだけど、もうテンション上がってるのは自分はわかるわけさ。へえ。何を隠してんね、俺にはバレバレだぞ。で、話の間で。はい。変わらずね、自分の気持ち隠すの下手だな、何かってから、うん、テンション上がってるの分かるよ、自分が。何か分かってるよ、分かってるよ。1年に1回ぐらいですか、会うの。1年に1遍だね。もう家族持ってるから。うん、特に男の子がよ、この隠すわけさ、また。まあ、40になるけどさ、男の子って言って、テンション上がるの分かるわけ。うんうんうん、上がってるな。自分もすぐ分かるわけ。あ、これ上がってるなと思うけど、マグロだけ。今度、じゃ食事とも行くか。うん、行こう、うんうん。っていう時もなんかテンション高いの分かるわけ。嬉しがってるんだ。嬉しがってるの分かるわけ。はいはいはい。なんで上がるかが自分も分からん。なんで照れくさいのかな、やっぱり。なんで照れくさいのかな。だからそういう、
いとこっていうかもうあっちは兄弟と思ってるけど、はい。会うのは楽しみだね。ねえ、なかなかね、日頃会えないから、お正月の楽しみでもありますよね、そう親戚そう。集まりは。親戚ね。私も結構いとこが赤ちゃん産んだりとかして、うん。子供に会うの。別にそんな子供好き、苦手な方なんですけど、やっぱり、なんか親戚の子供とか可愛いなと思うので。うん。懐くんじゃ懐くかな。なんかでも人見知り、今結構ない？子うん。供たち、1歳になるかな、なら普ない通ぐにらい。そばにいたりしない？ああ、そう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 、慣れてくるとね、ちょっと会って時間経つじゃないですか、ご飯とか食べて。そうすると、なんか慣れてくるので。なんか気づいたら横で眠ってるとか、横でなんか遊んでるとかさ。そう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 、そんな感じですね、いつも。うん？って。じゃあ、子供懐くね。自分もそんな感じね、あまり、なんか、ガン泣きされたこととかはないけよ。ど。うん。自分がね、だいたい好かれる子がね、はい。2番目。次女とか次男とか。次女とか次男におお。好かれる。へえ、なんでだろう。でもなんか、この番組でも結構、長女も、なんか長女の特性とか次女の、なんか話したことそう。ありましたよね。自分も一応2番目さ。あ、そうなんですねね。えねえがいて自分だから。あ、そっかそっか。だんだんどっか似た郎があるのかなと思ってさ。そっか、もうそろそろ時間か。いや、あとね、10分ぐらい、1010分分あはなるいの。けど、それくらいありますよ。大丈夫だな。はい。自分も2番目なんだよ。ねえねえの次だかじゃあ、なんとなく気持ちわかるの、次ら。わ男ってかる感のじ？かな？宝そばに来るのか。2番目。でもやっぱり、なんかその、子供たち、甥っ子とか見てても、なんかね、長男よりやっぱ次男とかが甘え上手だな。愛嬌あるなーって思いますけど。かわいそうだよね。なんか甘えたいけど、その甘えが伝わらないさ。そう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 そ伝わるう。のか、ほんのごく一部の人さ。まあ、うまい人いますからね、こういう、自分見て、自分とかも顔色見てから、向こう反応見て、ああ、テンション上がってない。でもわかるけどさ、わからん人は何冷たいみたいな。っていう 感じがする。で、大体ね、昔のはこうやって遊びに行ったりしてからさ、やってたんだけども、今は遊びに行くさ。今日はパルコとか、ああ、買い物とか？買い物とかさ。お正月にですよね。で、正月空いてるところに遊はびい。に行ったついでのじいじばばさ。どうだろう、お年玉もらうとかね。そうそう。でも、自分たちの時は逆だったわけさ。ついでにじい買いじ物。ばばのところに行って、暇だなーっていう時のお出かけだったわけ。で、外走ってるのは遊びに行くんじゃない。親戚周りの車だわけ。あの時はもう親戚、もう普通に関わりがあったから。親戚で回ってお歳暮回りをしている車か。その合間の買い物に行きながら子供の鬱憤を晴らすための車か。だったんだけど、今その真逆。親戚回りをする、おまけでするついでの遊びに行くだけ。そういう差がある。今と昔じゃちょっと目的が違う。違うのかね、な？行く時もじいじばあばも一緒に行ったりしてたわけさ。今ないさ。じいじばあばはもうお家でテレビ見てボケーっとしてるさ。失礼な。誰も来ないお客さんを待ちみたい でも、そっか。まあ、出れないっちゃ出れないですよね、な。お客さん来るからね。多分お父さんに聞いてごらん。お父さんに聞いたら、今の正月の過ごし方とお父さんの時の正月の過過ごごしし方方？も真逆だと思う。親戚にお客さんが来て、さっき言ったさ、お年玉を開けるかなっていう人を、このちょっと判断をする。ちょっと大人から見したら、ちょっと厄介な子供みたいな。それが楽しみだったんだよ。あ、そうなの？ 考えてくれるかな？あ、くれなかったな、キッチ
受けるで考えてみたらよ、はい、だって全部回ったらさ30人とかに渡さないといけないわけさ、うん、まあ、沖縄特に家族多いですからね、親戚。1000円でもさ30人3万円さ、それね、お歳暮代さ考えてごらん、で5万とか飛ぶんだよ。はい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 。それ考えるとおじさんたちごめんねっていろいろたかろうとして、はいはい。でも逆に子供の時はそう思ってましたか、お年玉もらう時。うん、当たり前と思ってた。ああね当たり前と思って。そうそうそう。で自分の時はあのばあちゃんのたまにミニとかが来てたからさ、はい、ああなるほど。何年かに行ってるよ、うん、本当にアロハーって本当にハワイの格好する人で来てたから。めっちゃ陽気な人じゃないですか。どのくらい陽気だったか、高校生の頃カンナのばあちゃん家行けよって言ってから、はい、みんな思いっきりカンナって言うさ思いっきりカンナって言うさ、もういいで行くさ、はい、アッパガランって、これ 前も言ったんだけど、ガランって開けた瞬間、アローシャツつけてさ、はい、あの時90手前ぐらいの身長高いよ、おじさんが2人来てから、おい、ケンタ、久しぶり、呼べてるかってから、誰っつったら、母ちゃんの時抱っこしたんだぞ、お前がね、俺抱っこできなかったんだ、みたいな、ばあちゃん誰あ、覚えてないの、私のお兄さん、ああ、性格違うんじゃね違うんだ。あでもばあちゃんが普通に英語で喋るしさ、はいはい、ばあちゃんが通訳をするしたりさ、すごいですね、おばあちゃん。その時ばあちゃんがかっこいいと思ったんだけど、うん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 、でばあちゃんも元気だわけさ、はいはいはい、じいじいが大好きだったから、うん、自分のじいじいが、だからもうムラムラブしてたわけ。分かる？もうくっつかれてからもう、はい、じいじはもう嫌なじらするわけ。無理やがって言っても、もうばあばはもう手にしかみついてからさ、はい、こうやってくっついても歩くぐらいもうラブラブだったわけ。一方通行だったわけ。一方通行。わかんないじゃんそれは。一方通行だったわけ。で自分は自分でこのじいじの流動食わかる？はいはいはい。このミキさんにかけたやつ、はい、それを半分食べるっていう幼稚園生だったんけど奪って野菜食べないよ、はいはい、食べないくせにじいじの流動食はじいじの横にいたら全部食べようとする。へえ。あんたはじいじの流動食を食べるの美味しいか、美味しくないって言うのから食べてるわけで、そばでじいじがケンタお願いちょっと野菜じいじご飯食べるのじいじのご飯なくなるって言われてやってたのが、はい、今その役目のじいじをしている。うん、そう、孫っていう、孫、俺ちょっとトイレ、じいじトイレ行きたい、お願い、漏れる、あっ、って言うけ、ん、ダメってば、持って下ろした、よし、戻ってこないからね、やるから、ああ同じことされてんなっていう毎日思う。懐かしい思い出ですね。懐かしい。もう、はい、ね、おじいちゃん正月とかおじいちゃん座るさ、うん、はいはいはい、正月番組見て民謡さ、うんうんうん、定時つまらんわけさ、あつまらんし、じいじが座った瞬間あぐらかくさ、はい、そのあぐらをソファー代わりにするわけで、じいじに怒るわけ。ちゃんとこうして、あーして、手をこっちとか言って、ずっと座ってて、じいじが、ケンタ、足痛いよな。なんでこのぐらいで痛いって言ってる。厳しい。っていうね、とんでもない子供だったの。で、今、こう、今の子も、自分の子もそうなんだけど、はい、同じことをされてるわけ。なあ、トイレ行きたいな。ダメ、何、大人のくせに、はぁって言われて、許してくれない、ダメだから、水も飲めずにトイレも我慢してはいはいはい、で、終わったらもういいわけ、はもう行けばって言われて、うんうん、はぁということいける
そう、同じことをされているじいじでございます。そう。ということでね、お時間もそろそろ残り1分ぐらいですね。結局ね、正月簡単で何人じいじの話してるかわからんけど。で、でもね、やっぱ親戚周りが多いんじゃないかなと思いますね。そう。自分の父ちゃんは親戚周りを、はい、何件回ってたかわかる。勝手適当に何か言ってた、はいはいはい、数字。何件？4件とかですか？その5倍。4、5、20？ それ以上。1日でですか？お正月3日内に。3日日。うわ、だって10件、10件、10件って最高30件くらい回ってないから。はい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 。そう。で、お歳暮代が5、5、6枚行ってたっていう。懐かしいお話。車の後ろのトランク全部お歳暮だったっていう。あ、そうなんだ。でも偉いですね、ちゃんと。うん、やってたよ。俺のボーナスねーってぼやいてた。消えたみたいな。消えた。だからお年玉はあげねーって逃げてた。っていう話でした。はい、ね。簡単にこんな話してしまいました。ということで皆さん、お正月簡単です。3日日までテンションアップで頑張ってください。では、いってらっしゃい。